最後に3つのガイドラインに関係する電気関係の項目について国立研究開発法人産業技術総合研究所再生可能エネルギー研究センター太陽光システムチームの大関研究チーム長よりご説明をしていただきます。大関様、よろしくお願いします。はい、井上さん、ありがとうございます。では大関の方から、最後のですねガイドラインについて説明させていただきます。30分程度ですけども、傾斜値の水準をまとめてですね、電気関係について私の方から説明させていただきます。ガイドラインの方は、前半のですね、構造関係に関しては、まあ、ある程度その、この3つに関してですね、特性が強いというのもあって、まあ、地上設置からですね、まあ、に加えた特異性のところをですね、記述していただいています。で、電気関係も同じような、考え方なんですけども、電気関係ですね、その基本事項については省略しって書いてあります通り、まあ、基本的には地上設置型とかですね、まあ、建物設置型も含めてですね、まあ、基本的な電気設計というところを、まあ、全てこのガイドラインですね、揃えるのはなかなか難しいというところもありましたので、まあ、その部分には関しては他の文献等をですね、参考にいただきというところで、そこからはみ出した3つの、まあ、それぞれの設置形態に関してですね、得意な部分のみ記載しているというような構成になっています。で、そういう意味ではその参考になる文献というのが、まあ、1つこれ見たらというのはなかなか決めづらいところもあるので、それぞれの項目に関してですね、関連するところを見ていただくということが必要にはなりますが、そういうことで、を踏まえてですね、今日の、説明を聞いていただければと思います。それで、まあ、共通事項、今回、まあ、3つまとめてお話ししますので、共通のところと、まあ、それぞれ固有のところっていうところで、少し話させていただきますが、共通部分のところ、傾斜地のところに一部共通も入ってますけども、そういう形で説明をします。で、電気設計に関しては、まずもっては電気事業法の関連法令を遵守するということで、前半、冒頭の方にも、電力安全課の方からもですね、ご説明ありましたように、電気事業法がありますので、それについてしっかりと遵守していただくというところが、まず第一になります。で、その上で、まあ、関連のガイドラインだったり、規定とかいうところも、参考にするというところで、まあ、直接電気事業法と紐づいているところも、もいくつかありますけども、そういうものを、の民間規定をですね、まあ、参照していただくと。ところが、まあ、重要だと思います。構造に関してもやりましたように、ちゃんと電気関係もですね、設計関係の図書を、収めていくというところになります。で、こちらにありますように、電気事業法に直接絡むところで言うと、電気設備の技術基準になりますし、それに関連する、まあ、いわゆる電気解釈であったり、その解釈の解説というところに、まあ、一定程度ですね、基本的な設計方法、等も書いてありますので、まずはそれが、まあ、基準になるというところになります。で、このガイドラインは、それに、まあ、ベース、準拠しながらですね、それに加え、まあ、他に得意なところについて、記載しているというのは先ほどの通りになります。で、施工に関しても、基本的には、まあ、こちらはほぼほぼ共通ですけども、労働安全衛生法とか関連重視していただくということと、電気工事の完了後ですね、竣工試験というのをしっかりやっていただくというところで、まあ、そこにおいて、技術基準の適用をまずもって確認するということで、になります。で、まあ、施工の結果とかの竣工図書というのも、行動系とも同じと考えています。で、フローに関しては、基本的に企画立案して設計して、まあ、施工するというところですので、まあ、それぞれ簡潔に書いていますので、ご参考にいただければと思います。で、ここから傾斜地のに関しての、まあ、個別事項というところで注意点を主に説明をしたいと思います。で、お配りしたところは仕分けしてませんでしたけども、まあ、説明のポイントとしてですね、今回入れさせていただいてますので、資料一部間違いもあったので、まあ、差し替えさせていただく可能性もありますけども、そういう観点で見ていただければと思います。で、それぞれの3つの、特有の設置形態に関してですね、それぞれどういう設計思想がいるかっていうところをまず、
整理をしています。で傾斜地に関して、まあ、電気関係なので火災と関連リスクというところをまずは、見ていますけども、それに関しては地上設置型と、まあ、基本的には同様と考えていますので、原則地上設置と同程度の電気設計をの方針としていますので、基本的なあの電気設計の考え方はそれに準拠するということになります。でその上で、まあ、注意点としては、まずは電気機器の設置の場所ですけども、傾斜地というところなので、取扱者、まあ、あの接続箱とかパワコンにアクセスするところに、必要になるわけですけれども、その平坦地に設置してほしいというところです。でこの機器の開閉が可能で、まあ、取扱者が少なくとも自立で点検できる場所というところが、まあ、一つ条件だというふうに考えています。であとは土木構造との関係もありますけども、排水計画が非常に重要になってきますので、それとの関係で水が流れる場所っていうのところには置かないということであったりとか、落石物とかが、まあ、恐れがあるような場所には置かないというところが原則と考えています。であとはですね、傾斜地になりますので、その瓦礫にの背面にですね、機器を設置するっていうこともあると思いますが、瓦礫の、まあ、傾斜によってはですね、高さが十分に確保できないということもありますので、そういったところは配慮が必要であるということを記載しています。であとは排水のところで水の付近という話もありましたが、越水で影響がないところであるとか、そもそも排水計画との、あの関係もありますので、そこの障害にならない場所を選定するということが重要であるということになります。で加えて、あの、まあ、平坦地に設置してほしいというふうに記載はしているもののですね、平坦地が離れているケースっていうのも考えられています。その場合はですね、その直流の配線を、かなり平坦地まで引き伸ばさなきゃいけないっていう恐れもありますので、そうすると逆にケーブルの損傷のリスクが高まるとなります。ですので、まあ、あの、必ずしも全てが平坦地にできない場合に関しては、その瓦礫に設置する場合に少なくとも開閉できるようなことと自立でき作業、まあ、安全にできることということを考慮して、まあ、あの双方のリスクをですね、見ながら決定いただく必要があるだと考えています。で続きまして配線の方法ですけども、こちらも機器と同じようなことですけども、排水計画がの妨げにならないようにというところで、まあ、こういった、まあ、あの例としてはラックであったり額配線を示していますけども、転がしであったりするとそこに水道ができたりですね、そういうことも考えられますので、排水の邪魔にならないということの計画をまずしっかりやっていただくと。で、まあ、それに加えて落雪とかですね、まあ、そういったこともありますので、そういったものがないところ、でさらにですね、電線路はそもそも崖に施設してはならないということになってますので、まあ、例外規定も一部ありますが、そういったところをですね、参考に設計していただく必要があると思います。で保守点検を考慮した電気設備に関しては、まあ、基本的にはそういった取扱者がアクセスできることっていうところが前提になると思いますので、急勾配の場所にそんな設置しないことが原則だということになります。でもしやむを得ない場合、まあ、なかなかそういうところは、まあ、避けていただきたいと思いますが、ちゃんとアクセスできるようなものであったり、まあ、滑落防止を施すとかですね、まあ、そういったことを配慮していただく必要があると思います。で施工に関しては、これはまあ共通で全て同じに書かれていますので、ここに書いてあるようなですね、項目、まあ、基本的なあの施工に準拠したものということになりますので、そこは参考いただけると思います。維持管理計画も基本的には共通になっていまして、まあ、構造と同じところですね、設置目的、機能に要求されるようにということで、まあ、維持管理というところで、まあ、ここに関しては計画ですので、まあ、得意なところというのは基本的にはないということで、電気的なところでいうと、民間のガイドラインを参考するというところに書いてあるものとしては、今日まあ一緒にやっていますですね、ジェピアさんの方からも、ジェピア・ジェマの方でですね、まとめた保守点検ガイドラインがありますので、そういったものを参考にしていただくということが重要だと。で、維持管理に関しては、電気設備、傾斜地特有なものとしては、先ほどから繰り返しになりますけども、アクセス方法をどうするかということなので、
緊急時とかですね、まあ、保守点検時にアクセスできないということがないようにというところで、計画していただくということになります。緊急時の対応はですね、これも共通になってますけども、災害時、成功、保守点検時の事故において迅速に対応できるような緊急連絡体制を整えるとかですね、まあ、火災発生時の消火のスペースを確保するとかですね、パワーコンディショナーが、まあ、どこかで遠隔で、まあ、停止できるようなものがあればいいなというところとか、医療機関からですね、まあ、遠隔地に設置されることもありますので、そういうような医療機器の設置もあった方がいいということもありますし、まあ、そういう全般的なマニュアル準備していただくということが、まあ、異次元管理の計画だと、のうちのですね、緊急時の対応になると思います。まあ、具体的には、まあ、関連の機関との、まあ、情報連絡体制ということが、まあ、可能であればやる必要もありますし、少なくとも、まあ、自社内ではしっかりと、まあ、緊急時にどういうふうな連絡体制であるかということは揃える必要があると思います。で、常時監視してないことも多いと思いますので、その各地は遅れないようにというところと、自家用工作物に関してはそういった要件もありますので、そういったことをしっかりと守っていただく必要があると考えています。で続いて、営農型になります。で、営農型のそもそものまずは考え方というのをこちらに考えて、記載しております。で、営農型はですね、皆さんもご案内の通り、下で農作業が行われるということになります。ですので、農業従事者が一定の時間、電気工作物の下で作業を行うというところにが、まあ、一番の特徴になってまして、その関連リスクが存在するということになります。でこれは地上設置だったり建物設置に関して、まあ、直接的に太陽光の下でっていうのが、まあ、基本的には建築基準法との関係もあり、そういうところのが、まあ、保守点検作業以外は、まあ、存在は基本的には考えていないということもありましたので、まあ、そういったところがまずは重要であるということに、まあ、特有であると、まあ、そういうこともあるので、まあ、農業従事者へのリスクをどう考えるかということなんですけども、ここをですね、一般講習相当にすると、まあ、それなりの対策が結構重要に必要になってくるということもありますので、前提としてはですね、ここにありますように、設計者、施工者、保守点検事業者から、しっかりと農業従事者にはですね、関連リスクを認識しているというところを、前提として、取扱者の一種として扱うというところにしています。まあ、その上での設計指針として考えて、記載しています。あとは手に触れる高さにある機器というのは、一般講師は容易に接触する恐れがあるということもありますので、まあ、それを配慮してですね、どういうふうな設計にするかということになります。で設置場所は住宅ではないんですけども、住宅用側は基本的には直接太陽光に触れるっていうのが、まあ、基本的には屋根の上なのであんまりないと考えていますけども、基本的にはその住宅用で考えられているような設計の思想をですね、取り入れて、特に静電容量周りのところですね、を考えみて、独断の、まあ、少し設計のやり方を地上設置と加えてですね、安全性を高めた考え方にしています。で、ここがまあ一番そういった観点になりますけども、感電防止に対策に関する注意点というところで、農業従事者および一般講習の感電防止を配慮した設計であるということで、大きくは出力の550キロ未満と対地の電圧の条件で少し分けているところにあります。で、一つ目はですね、まずケーブル配線の高さは人用に触れられないようにということで、2メートル以上基本にするというところで、住宅用システムの露出場所への設置と同等の措置を行うことを一つも求めています。で、もう一つは出力の10キロの文字の待機容量っていうのが、昔のですね、調査で決められていて、その時に住宅用を決めていましたが、基本的にその2マイクロ以下に分割するところで安全性を担保するということもありますので、住宅の場合10キロでしたけども、ちょっとまあ小さすぎるというのもありますので、50キロの 1.2 マイクロファラットぐらいを想定してですね、待機容量を想定すると、まあ、ミニマムの待機容量を
考えると。で、その上で、対地電圧との関係で、関連電圧、電流も決まりますので、そういう意味で、対地電圧の制限としては、基本的には 450V 以下を推奨するということにしています。もちろん、ガイドラインですので、安全を高める上でという考えで推奨というような形にしています。で、一方で、なかなかその分割も難しいということもあれば、50キロ以上の場合は、基本的にパワコンをその単位で分割してもらって、対地電圧を下げれば同じ効果が得られると思いますが、それでもなかなか難しい場合というのは、少なくとも1点地落目でしっかりと防護できることが重要ですので、地落検知で、さらにはそういった場合にしっかりと遮断できるというところとか、警報機能が漏れていること、で設置抵抗の保護、保護設置のところがしっかりと取れているというのが、定期的に確認できるということ、でさらにそういったものの不備が、異常が確認できた場合は速やかに対応できると、こういったことによって、何か起きた場合にも速やかに対応するということを確保することが、こういった出力50キロ以上で、かなり待機電圧が少し高いものということに関しては、機能を考慮する必要があるということを記載させていただいています。で、一方で何かあった場合のですね、電路の遮断方法としては、基本的には接続箱内の開閉器暖炉器等ですね、またはパワコンの停止が想定されていると思いますが、こういったところの箇所を開放したとしてもですね、ご存知だとは思いますが、太陽光から太陽電池に照射されている状態ではですね、引火、電圧が引火されるということもありますので、その面はですね、十分に考慮する、相互で理解しておく必要があるということを一応記載させていただいています。これは何も営農型に限った話では当然ないわけですけれども、先ほど申し上げましたように、従事している方が、あるいは直下で作業されているということを鑑みて、営農型の方には少し書かさせていただいています。で、先ほどの説明としては、太陽電池のアレイ、これはモジュールになっていますけども、パワーコンとか接続箱っていうのがこちらで、遮断するわけですけども、ここから、もちろん、この図で言うと右側にはですね、電圧と電流とは来ないわけですけども、なんかこの赤い箇所で、囲んだところはですね、電気、場合によっては触ると電流も発生するわけですので、そこに関しては、ここを遮断しても、そういうリスクが残っているということは理解していただくということを記載しています。で、続いてですね、営農型が、設置方法、いろんな方法があると思いますが、モジュールの間隔を広げたりというところで、地上部への遮光率との関係もありますので、地上部と比較的ですね、ケーブル、コネクタ、場合によっては接続箱に関しての雨水とか、直接的な日射というのがあります、の可能性もありますので、しっかりと保護できるようにというところです。あと、パワコンもですね、おそらく、事例としては、画台に直接というよりは少し離れた場所というところに設置されていると思いますので、そういったところが、直接の火に当たらないということが、パワコンの方としては重要だと考えます。で、あとはですね、農作業の配線の切断の対策ですね。この農業従事者がケーブルに直接触らないようにするっていうこととか、ぶつかってですね、配線の恐れがないようにするというところとか、設置棒の位置がちょっと農作業の中に入っているので分かりづらくなるというのがありますので、そういうのを少し書かせていただいています。具体的にはその学配線にするとかですね、あとは、簡易接触防護措置ということで、住宅用とか建物でもやられているような、電気解釈とかに書かれているような措置の少し高さを持つとかですね、露出部を保護するとか、そういったことが、営農型に関しては特に重要だろうと考えています。あとは配線方法としてはですね、切断ないようにということで、誤って切断することがないように、どこに配線しているかとかですね、農作業にそもそも干渉しない場所を選んでいただくとか、埋設が一部分的にもあると思いますので、そういったことを十分に周知するということが重要だと考えています。そういったところをですね、ちゃんと設計図書であったり、場合によっては接続箱内の保管している書類等に明記していただくということによって、それぞれのリスクを下げることができるんじゃないかと考えています。
あとは農環境のですね、腐食の関係ですけれども、このあたりは十分に知見が実はあんまりないところもありますが、念のためですね、そういった肥料との関係もありますので、腐食が多くと想定されるような環境においてはですね、配慮は必要だろうということです。この辺、なかなかどういう試験がいいかというのもありますが、これは一例ですけども、廃止の国際標準化の方でですね、これは畜舎なので、かなりの高濃度ですけども、そういうようなところのモジュールだったり、ケーブルだったりというところの試験方法も参考にはなると思います。あと、コネクタとか端子台接続ごとの中での配線部が暴露されている箇所に関しては、腐食の進みも強くなるというようなことも聞いていますので、そのあたりに関しては、必要に応じてですね、対策必要していただく必要があると考えています。で、続いて保守点検を考慮したところですけども、パワーコッションを開閉可能な場所に設置するとか、あとは営農型に関しては高所作業、少し画台が高いですので、そういったところの安全装備を準備するということにしています。で、特にその設置場所に関しての注意点としては、一般公衆が容易に触れるようなできる場所を避けるということはまず重要で、特にパワーコンディショナーとか接続箱に関してですね、営農型は一定程度その、作閉等がですね、除外されているか、ところも例外規定として入っていると思いますので、そういったところで、画台のところまでっていうところはあまりないかもしれませんが、少し離れた場所にパワーコン等は設置されていると思いますので、まず避ける、そこに関しては入らないようにというところの措置、加えて注意喚起をしていただくと。で、さらには当然操作できないようにですね、清除していただくということが必要だと思います。あとは農業との関係で、対応が難しい場合というところも、場合によってあると思いますが、そういった時にもちゃんと、措置できるようにというのは、相応のコミュニケーションを取っていただきたいと思います。あと、高所のことは、モジュール、太陽電池のモジュール電気系に関してはそうなると思いますが、その場合は、高所作業に対応した安全装備、ちゃんと脚立であったり、安全、ベルトであったりとかですね、複数人でやるとかですね、そういったことをが想定されると思います。これは少しこのなところに書いてあるところになります。あとは、重要なところはモジュールが外れてるとか、ケーブルがコネクタが抜けてるっていうような外観上で異常が判断できるとですね、一見修理できそうかなというふうに、思われることが、場合によっては農業従事者にあるかもしれませんので、そういったところは、それが年期的に安全とは必ずしも限りませんので、基本的には触らないようにということは、冒頭申し上げたようなリスクコミュニケーションの中でですね、しっかりと周知していただければと思います。あとはヒアリング等でですね、トラクターの砂ぼこり等もありますので、これは地上設置もいくつか似てるところはあると思いますが、パワーコンディションのフィルター目詰まり等ですね、少し配慮していただく必要があるかなと思います。で最後に水上設置型に関してです。で水上設置型の、リスクの考え方は、基本的にはですね、フロートアイランドで離れているということもあって、少なくとも一般公衆には直接入るようなことはないということを考えると、水上設置との関係で、関連リスクについては同じぐらいだと思っています。一方で水上に関しては、想像の通り水分が多い環境であるということとか、揺れるというところが地上とは異なるので、下記のように設計して、設計方針としては示しています。で、一つは、電気設備の関連に関しては、基本的には一緒ということもありましたので、そういうようなことにしていますが、一方で、電気の専門家でない関係者っていうのも、この、水上、特にため池、今、設置はため池がほとんどだと思いますので、そういう関係者がいらっしゃるということも聞いています。水面の利用者の権利者であったりとか、ため池そのものの施設所有者とか管理者という方がいらっしゃると思いますので、そういう方に関しては一般講習というような扱いではなくて、設計者、施工者、保守点検者からしっかりと説明いただくということで、取扱者として考えています。考え方としては営農と一緒ですので、そういった関係者には、
こういったガイドラインがあることであったり、電気のリスク、場合によっては行動のリスクもそうかもしれませんが、しっかりと周知していただくということを前提で記載していると、になります。であとは、環境負荷、水分や同様。水分は雨とかで地上設置とどのぐらい違うかっていうのは、そんなに大きくはないと思いますが、暴露されている時間が長いということが少し効いてくるとは思いますが、そういう環境で、特に違うのは同様になりますので、揺れるということによって、電気設備の安全性を高める措置、特に排水前ですね、そういったところを配慮する。でさらには水上にあるというところへの、地上と違った労働環境、池に落ちるとかですね、そういったところを配慮する必要があるだろうということを基本設計の、基本の設計の方針として記載をしています。で配線の、関する注意点ですけども、先ほどにあったようにですね、揺れ、移動するというところがありますので、ケーブルの移動が想定される場所、アイランドから地上部みたいなところですけども、そういったところは地上電線の規定っていうのが一応電気解釈の127条にあります。ここにはキャブタイヤケーブルを利用するとかありますが、これは直接水上というよりは、仮説的なものだったり、そういう、水上を動くようなものっていうことを想定しているので、必ずしもこれに合致しないですけども、可能であればそういったものが、すでに他でも応用されているところもあります。一方でキャブタイヤケーブルの、その信頼性とか、長期信頼性とかの観点もあるので、他のケーブルを利用する場合はということで書いておりまして、基本的にはそっちの方が多いと思いますが、その参照を避けていただいたりとか、そのケーブルの角の張力が発生しないように余力を持たせるとかですね、そういったことによってですね、この辺をカバーしていただくということを書いているんです。あとは、この後ろの方で少しずつやりますが、すいません、ここ、後で気づいたんですが、32と33が全く一緒でしたので、もうちょっとスキップします。で、個別に関してのその配線方法ですけども、配線やケーブルの移動が想定される場所ということで、予兆をしっかりもそれぞれに場所に持っていただくということになりますので、角の、張力が発生しないようにであるとか、S 字に少し、やっていただくというところも、海外のシンガポールとかのガイドラインに書いてあるものですので、そういうものを記載させていただいています。あとは配線のところに常時浸が浸水しないようにということが、一つ重要だと思いますので、基本的にはそういった観点で配線していただくということで、例えばモジュールのところにしっかりと下に垂れ下がらないようにというところで止めることは当然ですし、その止め具がですね、劣化して外れないようにということをしっかりと考えていただく必要があると考えています。あとは、ここの短絡事故を避けるためにって書いてあるのは、ご案内の方も多いと思いますが、水上型での構造事故、その後の火災事故というのがありまして、短絡事故というのがありますので、そういった曲線を異なる配線で分離することが望ましいということも、その審議会でも出されていましたので、そこを記載しています。それに加えて、それによって誘導来のループが形成されるということを避けるように配線をしてくださいねということが書いてありますが、これは何も水上だけじゃありませんので、地上でのガイドライン等に、IC の基準とかにも書かれているようなものを参考にしていただければと思っています。あとはよく聞かれるのは下肢系でのケーブルがかじられるというところなんですけども、これは抜本的に対策が基本的にはなかなか難しいだろうと考えておりますので、検知した後、しっかりと遮断できて警報をできる体制というのが最低限必要ですし、特に保守点検時にはそういったところをしっかりと確認していただくということを書いています。あとは設置に関してはですね、水上が設置局としても動くんじゃないかというような話もあって、我々実験いろいろやっていますが、可能性ありますが、基本的には地上部に取っていただいてですね、少し配線を伸ばしていただく必要がありますが、そういうことを原則にしていただくということを書いています。あと、機器に関してはですね、フロートの上に乗せるということもありますので、浸水しないようにしっかりとやるというところをまずやって、あとは転倒しないようにというところで考えていただくと。あとはアイランドの、これは構造との関係もありますが、
機器の配置はですね、アンバランスにならないようにというところを、一部書かせていただいています。あとはアイランドにアクセスする手段が確保できていることというのは前提にしていますので、その上で開閉できる場所というところなので、必ずしも全部地上部ということは想定していませんが、あとアクセスできることを、計画時には入れていただく必要があると考えています。あと、機器に関しては水上ですので、いわゆる IP 等級、防塵防水のところですけれども、基本的な考えでは、長期にわたっては浸水しないということを前提にしていますので、こちらに書いてありますような IP5 とか7というところで、選定していただくということにしています。他方でですね、長期浸水してしまうとですね、これはコネクタを長期にですね、水没、長期でもないですけども、数日間水没させた実験を我々のをやってみるとですね、これはちょっとわざと施工不良を模擬したものに関してやってみるとですね、熱源低下が起き、早い段階で起きるということもありますので、水上の浸水に関しては十分に注意いただくとともにですね、しっかりと施工の場合に関しても、見ていただく必要があると考えています。あとは保守点検に関しては、アクセスできることというのが大前提ですし、アイランド上が不安定ということもありますので、しっかりと自立で作業できる環境を確保していただくということと、落ちる可能性もありますので、そういったものはライフジャケットを着用ということで、すでにほとんどのケースでやられていると思いますが、そういったところを確保していただいています。で、維持管理の、測定の方法ですけども、設置抵抗の測定に関しては、先ほど申し上げたような、水面を利用ということも、考えられなくはないということもありますが、基本的には地上部を補助局を取ってということが望ましいということで記載をしています。少し時間を超過しましたけども、こういった、電気設計に関しても、3つに関して、ガイドラインとしてまとめています。ただ、冒頭ご説明しましたように、太陽光そのものの電気設計の考え方っていうのは、別途しっかりと押さえた上で、それをプラスアルファしてやっていただくことでですね、安全性が高まると考えていますので、基本的な電気設計は電気医療法の法令をまず遵守ということを大前提にですね、各種ガイドライン等を合わせて参考いただければと思います。構造に合わせてですね、電気系に関してもですね、しっかりとした設計、施工によってですね、将来的な太陽光が広が、いい太陽光がですね、広がっていくと、期待をしております。では、私の方からの説明は以上になります。ご清聴ありがとうございました。